どうもクライアンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて今回も例の日航123便事件について触れておきたいと思います。こちらの森永卓郎氏は以前からこの事件については指摘していました。そして彼は某国への従属が極端に加速し始めたのはこの件がきっかけだというふうにおっしゃっています。まずお聞きください。523便の事件なんですよ。独自で開発しようとするとアメリカに潰されてきた歴史っていうのがあったと思うんですよね。それは国産戦闘機もそうでしたし、全部そうですね。あとは結局今こんだけ半導体が足りないとか言ってるけども、そもそもやっぱり日本の半導体産業が凋落したきっかけっていうのは1986年の日米半導体協定なわけじゃないですか。そこですよ。でそれで一回潰されて台湾とか韓国に行っちゃったわけで、でそれを今さらですね、じゃあもう一回呼び込もうとかってやって TSMC とかに何千億とか出してるわけですけど、だからそこのやっぱり歴史をちゃんと踏まえていかないと、なんであの時にじゃあ日本の半導体潰されたのかと。それは一言で言うと、まあ、日本がアメリカに従属してたからじゃないですか。いやだからその従属が始まったのが、はい、さっき言った日航123便の事件なんですよ。あれはちょっと説明してくれますか。分からない人もいると思うんで、これいろんな証拠があるんですけども、おかしなことだらけなんですね。で運輸省の事故報告調査委員会、事故調査委員会の報告書の、別冊でも、なぜその墜落したのかっていうのは、尾翼に全方向11トンの異常外力が加わったことが原因だって、これ運輸省が認めている。だから圧力隔壁が破壊して落ちたんじゃなくて、何かが尾翼に牛窪からぶつかったんです。そうなんですよ、ね、それがその何なのかっていうのは正確には分かんないんですけれども、結局それを全部ボーイング社の修理ミスっていうので泥をかぶってもらったわけですね。だから80年代前半までは実は日本は自主防衛を目指してたんですよ。でそれが完全に経済面でも軍事面でも対米全面服従にガラッと変わっちゃう、ね、あれ象徴的な出来事ですよね。そのままね、で今その123便のボイスレコーダーとフライトレコーダーを開示しろっていう裁判が行われてきたんですけど、この間の今年の高裁判決で完全無視なんです。もう遺族に開示の請求の権利はないと、お前ら和解しただろうと、一切請求の権利。でも今まで他の事故では、フライトレコーダー、ボイスレコーダー出してるんですよ、日本航空は。だからそこに何があったのかっていうのをきちんと検証しなきゃいけないんですけど、私この四半世紀ずっとメディアに言い続けたんです、検証をしましょう。でも1994年のニュースステーションがやったっきり一回も行われないです、ちゃんとした検証っていうのが。だから何があったのかっていう歴史をちゃんと押さえないと次に行けないんですよ。現実にそうなってますよね。従属的な立場にね、どんどんなってるってことが。でももう、例えばね、日本の空は自由に飛べないですよ。ですよね、横田空域全然飛べないわけですよ。米軍のね、とこですから、はい。だけど、同じ敗戦国のドイツは自由に、ドイツのコントロール下で飛行機飛んでるわけです。もう、戦後何年経ってんだっていう話なんで。横田のその、横田の上空とかね、あれ見ると、分かりますよね、誰が実際は支配してるのか。それから米軍の基地の意味合いっていうのは、アジアの平和を守るみたいなね、そういうことじゃない、日本自体の、きちっとした、ね、管理っていうのをやっぱり目指してたっていうね、なかなかそういうのを言ってくれる方もいないんでね、我々は本当そういうのはずっと言い続けてきたんだけど、これもう一回思い出していただくといいですね。そこね、でもそれはね、テレビで言えないんですよ。一回私はなぜ米軍基地が沖縄にいっぱいあるんですかっていう子供たちの質問に答える番組の収録があって、あれは海兵隊って言って占領するための部隊なんで、日本を守るためにいるんじゃなくて、あれは日本が逆らったら日本を支配するために沖縄に置いてるんですって言った瞬間に収録が全部止まって殺されました。それはそう、まあそうでしょうね。その感じから言うとプロデューサーマッサンだったんでしょうね、はい、でその私の代わりに急遽呼ばれたのが池上彰さんだったんです。でそこからバーンと超有名になっているなるほどね、極めてバランスの取れた素晴らしい解説をする。いやいや、あの人のその立場ってのはそれよくわかりますよ。育てられたというかね、作られたっていうのはね。そういえばあの日航123便には世界のコンピューター覇権を握る可能性がある
とも言われていたトロンの日本人技術者十数人が乗っていたとも言われていますね。そしてさらに皆さんこの件もご存知でしょうか。この事件の真相を追っていたワールドフォーラムという会社の代表佐藤邦夫氏はこの講演会の後多いお茶を飲んだ直後に倒れ、翌日病院でお亡くなりになられました。よく現場をね見ておられるんです。それで映像も僕も見ました。私はもともと日本国ですから、その問題かなり詳しく自分なりに研究したんですね。それを言いますと、まあ、あれは最後には米軍機によって核ミサイルでもって撃墜されてるんですけども、その中性子爆弾の空対空ミサイルだった可能性があるんですね。それは一回要するにポキッと折れて最終的に後部はグライダー状態でもってずっと次の際まで落ちていったんですけど要するに空中でね、確かにねあるんですよ、キノコ雲がして黒い真っ黒の、それはもういろんな方向から確認されたんです。ということで今回は以上となります。ではまた。